それでは今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日からいよいよ2学期が始まりました。夏休み明けの2学期で、夏休みお預かり保育で来ていたお友達もいたんですが、やっぱり全然こう顔が見られないお友達もいて、久しぶりに元気な姿を見ることができてとっても嬉しくなりました。そして午前中はホールで始業式がありました。1学期までのつぐみさんはホールで集まった時など歩き出してしまったりだらーんとしてしまうお友達がいたんですが、今日はずっとほとんどの子が座って園長先生のお話や鈴木先生のお話を聞くことができていました。ある女の子はとってもかっこいい体操座りでお話を聞くことができていて、なんか成長を感じられて私はとっても嬉しくなりました。2学期はこれから運動会や作品展など大きな行事がたくさんあるので、どんどん成長していく子どもたちの姿を見ることが楽しみで、本当に今日は幸せな気持ちになりました。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。それでは今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日は2学期に入って初めての元気タイムを行いました。お外があいにくのお天気だったためホールで行ったんですけれども、全クラスのお友達が集まって久しぶりに元気タイムをやったんですけど、とっても元気に体を大きく動かして踊ったり歌を歌ったりする子どもたちの姿を見て、私もとても嬉しくなりました。また今日は運動会の方も近くなってまいりましたので、午後お外の方でリレーの選手決めを行いました。年少さんの選手決めを行う前にお給食を食べたんですけれども、今日お肉が出たんですね。それで ある男の子に、今日はかけっこやるからお給食いっぱい食べると足が速くなるんだよって言ったところ、その男の子はいつもあんまりご飯を食べないんですけど、今日はお肉もお野菜もご飯もお味噌汁も全部完食してリレーの選手決め頑張るぞって言って挑んでいる姿を見て、私はとても嬉しくなりました。これから運動会の練習たくさん入ってきますが、体調など気をつけて元気に行っていきたいと思っています。これが私の今日のハッピーポイントです。ありがとうございました。はい、私はいつも園長先生がお話をしてくださっている早寝早起き朝ごはんにちなんで、私は睡眠について調べてみました。まず睡眠とは周期的に繰り返す意識を喪失させる生理的な状態のことでもあり、身体的回復や精神的な回復にもつながっています。そこで睡眠時間は一般的には1日7時間から8時間が理想的と言われることがあったんですけれども、それは明確ではないことをなく個人的によって違うということを知ることができました。基本的に睡眠時間が6時間未満の人をショートスリーパーと言いまして、そういうタイプの人もいたり、睡眠時間が9時間以上でロングスリーパーという方もいたり、比較的多いのがバリューアブルスリーパーといって6時間から9時間の人が多いそうです。自分がどのタイプかをはっきりと分かった上で眠ることが理想的だそうです。十分に睡眠時間は十分に眠ったっていうことよりも、どれだけ快眠できたかっていうことが大切だそうです。あと眠りについてから最初の3時間が
3時間ぐっすり寝ることで朝気持ちよく目覚めることができるそうです。そしてぐっすり寝るためにぐっすり寝るためには寝る前のカフェインは控えること、あとアロマを焚いて自分がリラックスすること、あと就寝前のパソコンやスマートフォンは控えること、あと自分に合った寝具を使って寝ること、あと寝室の環境を整えることが大切だそうです。寝室の環境は暑すぎても寒すぎてもダメで、だいたい夏ですと26度以下でかけるものが綿毛布やタオルケットなどがいいそうです。これらをぐっすり寝るためにこのような方法を皆さんも試して明日からの仕事につなげて頑張っていきましょう。それで発表終わりにします。ありがとうございました。それでは今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日は2学期初めての鼓笛隊の練習でパートごと練習を行いました。今日は外がとっても晴れていたのでポンポン隊のお友達カラーガードさんはお外で練習を行いました。私はポンポン隊のお友達と一緒に外練習したのですが、ポンポン隊のお友達は初め1学期は結構踊ってる時も顔がちょっとこわばってて練習の踊りを覚えるのにとっても必死でちょっと顔が怖かったんですが、2学期に入ったら踊りも覚えてきてすごい笑顔で可愛らしくポンポン隊を踊っていて私もとても嬉しくなりました。そして終わった後にホールで合同練習を行いました。結構1学期とは違って本当にみんなとても真剣に練習をしていて運動会の本番がとても楽しみになりました。その後、昼食の後にお化けのヤダモンという読み聞かせを私が今日行ったのですが、そのお化けのヤダモンで子供たちにヤダヤダ言ってるとお化け来るかもよみたいな お話をしたんですね。そしたら梅組さんの女の子たちがキャーお化けは絶対嫌だって言ってて、いつも結構しっかりしてる女の子が多いんですが、また違った一面を見れてとても嬉しい気持ちになりました。明日からも暑い日々が続くと思うんですが体調に気をつけて練習に励んでいきたいと思います。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。それでは今日のハッピーポイントお話しさせていただきます。今日はね、しろさん元気タイムの後に初めて児童公園の方に行きました。最初はって言ってたんですが、お散歩しながら行こうって言うと楽しみっていう声がたくさん聞こえて、もう仲良しさんのお友達とお手手をつないで楽しく散歩しながら児童公園に行くことができました。児童公園に行った後に行った後、その後お遊戯の練習を行いました。昨日おとといと3回目なんですが、もうお遊戯の振り付けも覚えてきて元気よく踊ることができてとても嬉しくなりました。まだまだお遊戯の練習をたくさんしてとても素敵なお遊戯ができるようにしていきたいなと思います。また子どもたちすごい元気に外で遊ぶことができたのでそれもとても嬉しいと思います。また月曜日も元気に来てほしいなって思います。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。はい、それでは今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日は10時から10月6日に行われる運動会に向けての運動会実行委員会の方を保護者の方と一緒に行わせていただきました。土曜日だったんですが、たくさんの保護者の方が来てくださいまして、これから運動会に向けてこのような準備をしていくとか当日の動きなどを一緒に説明をさせていただきながら話し合いの方を設けていきました。まだまだ先かなとは思ってるんですが、なんかカレンダーとかを見ていると本当にあと数週間で運動会を迎えるんだななんていうことも思いながら、
ちょっと私もドキドキしながら保護者の方にお話をさせていただきました。でも保護者の方たちもとても真剣にお話を聞いてくださって、なんかこう一丸となって、私たちも保護者の方も一丸となって運動会頑張ろうっていう気持ちになった、そんな一日でした。10月6日が運動会です。一緒に頑張っていきたいと思っています。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。はい、それでは今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日は2学期始まって初めての歌劇隊パートごとに行いました。今日カラーガードさん、ポンポン祭のお友達はこのお外がとても晴れていたのでお外で行いました。ポンポン隊のお友達、こう1学期はごめんなさい、お願いします。